運の十座幽霊焼却法、A プラス B 外は快晴だ豊富な太陽光線がアパートの南側のどの尺室人のところへも公平に配給されている。 奈子の部屋の窓にももちろん公平に日が当たっていてブラインドが口なし色に生えているそのブラインドを通した口なし色の光がこの部屋の長椅子の上に腰を下ろしている二人の人物の方をやや赤黄色に染めている奈子はまん丸い顔をますますまん丸くさせ無邪気な目を輝かしている 彼女の右側にすり寄ってきつつある若者はドン・ホセのように面長で少し縮れた漆黒の髪の毛の持ち主だったがこの青年の口にする言葉はホセのそれよりももっと泥臭いのを遺憾とする彼は粘りの強いことにおいて日本一の冒険の生まれであることもふきしておく必要がある本当に。 僕を愛していてくれるのかなあいやねえ伊坂さんあんたなんて疑り深いんでしょうあたしに幾度同じことを言わせたら独身がいくのさほいこれではさくらんぼ姫の美奈子殿もやっぱり泥臭い筆者はそんなつもりではなかったんだがおそらく彼女の ウルトラシックエンドモダンのドレスと結髪とに錯覚を起こしたものらしい。はなはだ失礼ですがその美奈子さんの口にする文句なんですがね僕は気になるんですよだって美奈子のバラのような唇から流れて作る男殺しの文句は。 みんなどこかで聞いたような文句ばかりなんですからねそれは聞き覚えがあるはずよあたしが幾度も繰り返してあんたに聞かせている愛のささやきなんですものはたしてそれは僕にばかり投げかけられた言葉であろうかなんですっていや 美子さんの言うような意味じゃなくてあなんというかつまりその文句はあまりにもんきり型であるたとえて言えば話の泉に投稿したら会議抜きで採用されるほどのあまりにも通俗な文句であるそうではありませんか美奈子さん まあひどいことを言うわね美奈子さんが口にするいわゆる「愛の囁き」の文句は明治大正昭和3時代における有名な通俗恋愛小説の中に出ている有名な文句ばかりですからね美奈子さんの本心から出たものかどうか。 心配になりますよ。あんたも随分わからずやね。あんたと私ともうこれだけになっているのにまだぐじぐじ疑っていることはないじゃないの。それにね伊坂さ,さん。あたしだって同じ愛をささやくにしてもお三度ん,んがゴンベイを口説くような言葉は扱いたくないからね。だからあたしはそういう場合に。 かねて研究しておいた文化的な文句をもってささやくことにしているわけなのよささやかれる方でも気持ちがいいじゃないのなるほどいやいや具体的な事実を挙げてみなこさんにただすのが早道だ世間のうわさではみなこさんはみなこさんは 相良良三と相当怪しいと言ってるぜあらいけすかないわね相良さんなんかああやだいやだ伊坂さんあんたあたしのことをそれほどのでかだん趣味と思っていて実那子は青い水玉のついたハンカチを出して目をふいたしかしハンカチは涙を吸い取ることができなかった あいにく彼女の目は一滴の涙も分泌していなかったから泣かなくてもいいです泣かなくともだってさあたしが牧師の生まれ変わりみたいな相良さんにすっかり占領されているようにあんたは言うんですものええそれはもちろん相良さんは他の男性にないたくましいものを持っているわよ でもあたしがたったそれだけのものにすべてをせんりょうされるなんてそんなことがそんなことがだまれけがらわしいああなんということをいうんだろうこれがぼくのあいじんとはなんというよしころしてやる。 美子さんぼくはいまやすべてをさとったですこのうえあなたをぼくのものにしておくためにはあなたをわがてによってころしてしまうしかありませんさあかくごをしてくださいそういうといさかは 室内を忙しくコマネズミのように走り出したコップを2つ持ってくるそしてそのコップにそれぞれ陰気で A と B と印を入れるそれからポケットを探って小さな瓶ともう一つ三役の包みを出すが舌打ちをしてまたそれをポケットに収めて寝室へ飛び込み水差しを持ち出した それからもう一度ポケットへ手を突っ込んで小さい瓶と三薬の包みを取り出すそれから今度は小さい瓶の線を抜いて中なる薄黄色い液体をコップ A の中へ垂らし込むそれから別なるコップ B へ三薬の包みを開いて白い粉を入れて万年筆のお尻でその中をかき回す あ,あくたびれたさあようやく支度ができました覚悟しろこのかわいいジュめ毛の生えたスリッパめえーとそれからバルサックは何と言ったかなうんそうだ台所の かまどめしのばずのイケメこのくすりをのみなさいさいしょコップ A のほうをのむそれから1分いないにこっちのコップ B のほうをのむさあこうしてきさまをころしてやるんだはやくやってくれ。 このコップ B へ入れた白い粉は鉱物ですかはい、鉱物です。一問です。アスピリンではない。はい、そうです。それで二問。では、えー、っと、生産ガスを発生する力を持ってますかはい、その通り。 なかなか勘がおよろしい。これで3問。はい、みなこさん。人間が飲むと死にますかたぶん死ぬでしょうね。16人のうち4名助かった例もないではありませんが、このものは相当量を多くしてありますから、まず完全に死ぬと言っていいでしょう。 四問です。では生産カリーです。そうです、生産カリーです。四問でおわてになりました。では早速飲んでいただきましょう。早く死ね。ああ、私は死ぬのはいやです。誰か。 A プラス C この章において、作者は意図ちみどろ的なる光景を書きつづらねばならない。新規更新章の方は、この章を飛ばしてお読みになるのが安全である。さて、美奈子が悲鳴を上げ、誰かを呼ぼうとしたその時であった。コツコツ、コツコツ。 戸口がノックされた。はいどうぞ。と美奈子が答えたすると鍵が外からの力でガチャリと回って扉が開いた「いやあこんにちは」と入ってきたのは身長511寸ばかりの大男であった。肩も腕も。腕 腰の周りも筋肉だけで引き締まったような優良男性であった顔はひげを取った牧クのようでなかなかたくましく立派だ声はカルーソーを忍ばしめるほどの豊富な声量の主だまあ相良さんよくいらしてくだすったよねそうですかお邪魔じゃありませんかしらおおこれは伊坂くん。 ふっふっ、相良 <laughs> か。つまらんときに来やがるもんだ。おお、ご機嫌が良くないね。ミッキーマウスの映画でも見に行ったらどうかふざけるない。用があるなら早く片付けて帰れ。まあ、そう急がなくてもいいじゃないか。 もっとこの世にゆっくりしろよなんだってこの世にゆっくりしろとはどういう意味だこういう意味だ覚悟しろ相良は仁王のように突っ立ち上がる左の腕がぐっと前へ伸びて伊坂の胸ぐらをつかむ右手が上がるとキラリと光ったのは 嘘寒い金属光沢だ。剣能が握られている実那子は金切り声を上げて両手で目を覆った「待て相良僕をどうしようと言うんだ早まるな人殺しをすれば君だって死刑になるぞつべこべ言うな!」。 滝はこうしてあっさり片づけてしまうんだこの野郎相良の右腕は力いっぱい振り下ろされた <laughs> 叫んでうつぶしたのは実那子だった鈍い不気味な音とともにガラスが壊れる「うお <laughs> !」と怪しげなる一声。 いさ坂のこの世のお別れに残した声だったどさりと床の上に倒れたものがある数秒間時間は凍った私は殺される瞬間を見るのが嫌なんでねそのあとは死骸になっているのでも死にかかっているんでも平気で見られるんだけどねえ美奈子がうれしそうな顔をして 長い椅子を離れてイサカは長椅子とヨダンスの間に頭を突っ込み下半身を部屋の中央へ向けて伸びてしまっている両手が真っ赤だズボン靴下靴まで血が飛んでいる奥を覗き込んだ実那子の目に映ったものは伊サカの脳天がザクロのように割れていること。 顔は目鼻もわからないくらいに血まみれとなりそして頭部の周りはすごい血の海となっていることだったまあすごい殺され方ねでもあの人がこんなに絢爛極まりない死にざまを見せてくれるとは思わなかったわふん私あの人を見直したわ美子は、 真っ青な顔に両目を引きつらせていさ坂の死にざまに見ほれていたその時彼女の腕を後ろからギュッとつかんだものがある言わずと知れた相良だったもういいでしょうこっちをおむきなさい実那子の体は相良の漁力によって何の苦もなく彼の方へねじむけられたあんた 派手なことをやってみせたのね。そういった美奈子の目には怪しい光が浮かんでいたこれもみんな美奈子さんを完全に僕のものにしたいからです誰も同じ文句でおっしゃるのね美奈子さん僕はこれから24時間あなたを僕の腕の中から離しません。 相良は皆子をギュッと抱きしめた僕はあなたの愛を独占したいために友人を殺してしまいました無断をなさったよね私は相良さんなんかに独占されなくったよ断じて独占されないわこの悪魔皆子は力いっぱい相良を突き飛ばした すると相良はいつに似合わずヨタヨタとよろめいて後ろの壁に突き当たりドスンと尻餅をついた痛いと顔をゆがめた時彼は実那子の手にピストルが握られているのを見た銃口は彼に向けられた実那子さん何をする銃声一発立ち上がりかけた相良は 激しい音を立てて床の上に倒れたとそのせつなに辺りへ時ならぬ赤い波が散った相良の左腕は上白の真ん中たりでちぎられていたあっ私はやってしまった美奈子は真っ青になった。 彼女の指先からピストルがくるっと回転して下に落ちた続いて彼女もヘタヘタと床の上に崩れた再び A+B 彼女はふと我に返ったなんだか気を失っていたようである 彼女は目をパッチリ開いて目の前を見た間違いなく相良が倒れているピストルで相良を撃ったのは夢ではなかったのであるなんということだろうとうとうこんな体験をしようとは実那子の心臓はこの時少しく鼓動を緩めたがそれでも1分間に100回は撃っていた。 彼女は立とうとしたが立てなかったそのまま床を張って相良のそばへ寄った相良の顔は嫌に青いところと赤いところとがあった両手もそうであった死ぬとこんなに青い顔になるとは初めて知った実那子は恐る恐るそばへ寄って相良の足をズボンの上から押さえてゆすぶった 生暖かい感じがした。しかし相良は動きはしなかったああ、死んでしまったあたしが相良さんを殺してしまったのだ殺人者だ死刑になるわどうしたらいいでしょう彼女は息が詰まるように感じたベリベリとドレスを破って 白い胸を乳房の上まで広げたそうだ逃げようかいやとても逃げおせることはできない指名手配が追っかけてくるともう隠れていられない独り言を言いながら実那子の視線が相良の腹の辺りへ当たった時下腹部がなんだかぐにゃりと動いたように思ったあ気味の悪い 死んでいるのに死体の一部が動くなんて何という気味の悪いことだろうと思ったが次の瞬間彼女は「相良さんは生き返るんじゃないだろうか」ともっとそばへ体を寄せたしかし相良のお顔は相変わらず絵の具を塗ったように青かった生き返ったものならもっと血色がよくなるであろうに。 美子はふと気がついて相良の頭のところまで行ってまぶたを開いてみたあっ瞳孔が開いていないじゃあまだ死にきっているんじゃないわだが彼女の目が次に相良のちぎれたちみどろの左腕に移った時彼女は脳貧血に襲われたおっと危ないしっかりしないとダメですよ 男の声が耳元にしてみなこの体は後ろから抱えられたみな子はもうろうたる意識の中から叫んだ「ああこの人死んでいるのかまだ死んでいないのか教えてちょうだい」「もちろん死んでいますよあの青い顔真っ赤な血の海」 美子を抱えている声が言っただってだってあの人の動向はまだ開ききっていないんですよああ、それはその100人が100人死んだら動向が開くわけではない法医学の本にそう書いてあるそうなんですかそれにまだ 体が生暖かが37度の体温が室内温度の15度に下がるまでには3時間はかかるんです相良は殺されてからまだ15分とたっていないそうですかおやあそこ胸のところが上がったり下がったりしています。 そう言うと実那子は抱えている男の腕から飛び出して前かがみになって手を伸ばし相良の服の上から心臓の辺りの様子をうかがったなんだかドキンドキンと鼓動が聞こえるようであるあら心臓の鼓動が手に触れるじゃありませんかと実那子は後ろを振り返ったするとそこには 全身血まみれの伊坂が中腰になっていたではないか実那子はあまりの意外にカラ声を上げようとしたところ伊坂が飛んできて実那子の口を塞いだそして低い押しつけるような声で実那子の耳にささやいた「声を上げてはダメ」「人が来たら大変ですよ」 美子さんはひとをころしているんだからだからこのばはこころをおちつけてさわがないがいいですよぼくはみなこさんのためにいくらでもちからになりますからいいですねわかりましたねええでもわからないわ。 何がわからんですかだって相良さんの心臓は動いているようよすると相良さんは死んでいないんだわいや確かに死んでいます青い顔ちぎれた腕出血多量3床ぐらい血を出していますからねでも 心臓がうごいていればみなこさんはくどいですねいいですかこういうれいがある戦時中うえのどうぶつえんでうわばみをころしたですながいどうのあちこちをしっかりはしらにしばりつけたうえでくびをちょんぎったんです 上の首は離れました。だからもう死んだわけですところがです死んだはずの上ばみの心臓は切り離された胴体の中でそれから3時間もちゃんと鼓動を続けたそうですこういうオーソリティの実証があるくらいだから 相良のしんぞうがころされてから15ふんしかたたないいまもすこしくらいドキドキうごいていてもふしぎはないですだからこれから3じかんぐらいたってみないとはっきりだんていできんですよじゃあどうしても相良さんはしんだとおっしゃるのね そうです。完全に死にきっています。美奈子さんの手によって殺害されたんです。ああ、やっぱり夢じゃなかったんだわ。私はもう立派な殺人犯人なのね。美奈子はそう言って両手で自分の顎を押さえて泣き崩れた。 がしばらくして彼女は急に頭を上げたそしてハッと伊坂の方をにらみつけて「伊坂さんあんたは頭を割られて死んだんでしょ頭をザクロのように割られて死んだ人がなぜそうやってピンピン生きているのよさっぱりわけがわからないじゃないの」と叱りつけたこれを聞いた伊坂はたんに首を縮めて ブルブルッと震えた井坂はしばらくものも言えず口をもぐもぐしていたがやがて口を開くと案外はっきりものを言った「訳はよく分かっているんだが美奈子さんにはまだ分かっていないんですよ」。 よく聞いてください。相良が僕の能天を割って殺したのは狂言だったんです。僕は芝居から借りてきた道具を材料に使ってこの通り血まみれになり殺されたことになったんです。これは僕と相良の秘密協定によるものです。 ところがところあきれたかたねそれでところがどうしたんですええところがあなたはほんとうに相良をころしてしまった。ピストルをうって。 このとおりうでをもいでしまってさひどいころしようですこまりましたまったくこまりましたそういうとみなこはふたたびなきくずれた「これからいったいどうしますみなこさん」。 美子は泣きぬれた顔をあげた「あたしは高知県になるのは嫌」じゃあ無期金庫ならいいですかとんでもないあたしは殺人犯として世間に恥をさらすのは嫌ですそれでは自殺しますか 僕はまだ数十名の人命を奪い得る毒薬を持っている。これを飲みなさい。死ぬのは嫌あたしを死なせないでよだって、困るなあなたは殺人犯人ですぞ。だから伊坂さ,さん、お願いですわ。あたしは、 あんたの要求するどんな条件にでも応じますからそのかわり何とかしてあたしを救ってくださいなつまり人殺しをしなかった前のあたしにもどしてくださいな人殺しをしなかった前のみなこさんにもどせと言ったってそんなことはできませんよ相良を殺害したことは。 隠れもない事実ですからね。あの通り、相良は青くなって死んでいる。ああ、故だから、そのことはもうおっしゃらないで。伊坂さん、なんとかしてよ。明暗を授けてくださらない力になってよ。あたし、 あんたをどんなに愛していることかええそれではうまくいくかどうか知らんがあなたに力を貸しましょうまあほんと力を貸してくださるのああよかった一筋の光明が差し込んだわみな子は合掌したとにかく サガラの死体を死球片付けましょう。人の目にかかっては万次破滅です。そうだわね。もう私落ち着いたよ。どんなことでもやりますわ。本当は私かなり大胆なのよ。困ったなあ。何しろこう大きい体だから。 動かずにもどうするにも骨が折れるいいわじゃああたしノコギリを持ってきて相良さんの死体をバラバラに引ききるわ待っていらっしゃいうちにすてきによく切れる竹切りこがあるのああまあお待ちなさい伊坂は何に驚いたのか慌てて美奈子を呼び止めた バラバラにするのはいけないです。切るとですね、表面積が増えるから、かえって始末に困ります。ですから、死体は壊さないで隠してやりましょう。だって腕が一本ちぎれているんですもの。つまりすでにもうバラバラじゃないの。 いやこの上ばらしてはいかんです困ったわねじゃあこれから床を掘ってその下に埋めてしまいましょう緑小説ではよくやるてよ床下へ埋めるというと苦しいですねそれはよしましょう床下はいけませんじゃあ 壁の中へ埋め込めちまいましょう。江戸川先生がよくお使いになるてよ。壁の中もいけません。今、材料が高いです。だって死刑になるよりはいいわ。そのくらいのお金は過ごしてよ。ね塗り込んでしまいましょうよ。それは、よくないです。つまり、 壁はすぐ乾かないですからね。だれかに見つかりますよ。それよりは日の暮れるのを待って、僕が死体を背負ってここを出ましょう。そして自動車につんで、僕が運転して森の中へ持っていくです。そこで、 シャベルで穴を掘って埋めちまいます。これなら発見される恐れはありません。レマルクはこの方法によって見事に成功しているんですからね。そうしましょう。これにしましょう。そうして日の暮れるまで。 ぼくたちはとりあえずとなりの部屋へやへいっていましょう。となりのへやってベッドルームよ。しょうがありません。ぼくはベッドルームでもがまんします。さあそこへいきましょう。 損失 X コ始末に困った相良の死体はその夜のうちにうまく片付けられた全て伊坂の一人働きのようなものであった美奈子はどんなに伊坂に感謝したか知れないその翌日になって伊坂は次なる仕事を美奈子に話したそれは ここに美奈子がいたんでは早晩相,相良の失踪事件捜査の手が彼と関係のあったらしい女のところまで及んでくる従ってこの家にも検察局の者が出入りすることになろうからいくら血痕を拭ぐったり口をたいておいても結局行犬のように敏感な彼らのために相良殺害事件が発覚するに至るであろうそれじゃあ美奈子さんは困るであろうから ここは早く引き払ってしまうがいいそして美奈子さんは変装して僕のアパートへ来て女中として働くことであるそうしていれば人の噂も七十五日とやらで事件も迷宮入りになるであろうからその時こそもっと遠方の地へ高飛びしてもいいしかし今は東大元暮らしの例えもありこの土地にいた方がかえって安全である さあどうですかこの考えは」と伊坂は実那子に説いたのであったああんという名案でしょうでは私変装にかかりますわ髪の形を変え顔にほくろなんか書き込みそれから服やなんかをすっかり変えちまえばいいんでしょう変装した女というものはなかなか捕まらないんですってねそういう段取りによって その日から美奈子は井坂の家へ来て変装よろしく女中として住み込むことになったただし女中の仕事は何もしないし人が見ていない部屋の中では美奈子は女王のごとく振る舞っていたただ食事の用意は美奈子自身の申し出により美奈子が全てやることになったその関係で財布の方も美奈子に握られるに至ったのはやむを得ない次第だった 買い物係は伊坂だった美奈子は一歩も外に出てはならないと伊坂が申し渡しそして美奈子もそれを了解し厳重にそれを守ったそれから10日ばかり後のことであるがある夕方美奈子が伊坂に言った「私日常費は几帳面に家計簿につけているんですけれど3日前から急に食費関係が膨張しているのよ」 今までの5割以上の慕情よ。それはおかしいね。どうしたわけだろう。思い違いじゃない？いいえ、真実間違いなしよ。私の食べる量はいつもと同じなんだけど、あなたが急にたくさん召し上がるようになったためよ。僕はそんなに食べやしないよ。私も！ こうしてあなたの召し上がるところを見ているとそんなに大食いになったとも思わないんだけれどもでも計算の結果によるとあなたが3日前から急に大食いになったとしか解釈のしようがないのよまあいいさそのうちに安定するよこれまでの1週間は君が家へ来てくれたものでそのうれしさに僕は食事が進み あ,あいや喉に疲えて食べられなかったのかもしれない。みなこさんそんなことはまあいいとして今日も君ちょっと市場へ行ってくるといい伊み屋でコロッケの大安売りなんだしかし女じゃないと安く売らないと言っていたからね。 きょうはよすはいいよいっておいでよ。きぶんもはればれするよ。なんしろこのよ気きにいえにばかりくすぶっているとびょうきになるよ。あなたのおっしゃることはよくかわるのね。はじめには。 七十五日は家の中にいて一歩も外へ出ちゃいけないとおっしゃったくせにこの三日ばかりしきりに外へ行け外へ出ろとすすめんのね井坂は口にくわえていたたばこをひざの上におとして手をやけどしたそれは君はじめは七十五日こもっていなきゃいかんと思ったがしかし だんだんみているときみのへんそうはじつにじょうずでだれがみてもみなこさんだとわからないからねだからがいしつしてもだいじょうぶと思うんだいたみやのコロッケはじつにうまいねえみなこがバスケットをもって市場へ買いちばへかいものにでていく。 イサカが玄関へ駆け出していって鍵をかけるそして部屋へ戻ってくるとそこにはいつどこから現れたか要望回になる男が灰皿にしがみついて室内を煙で閉じ込めてしまうつもりか盛んにタバコの煙を吹き上げていた「おいおいまだ早すぎるよ」。 美子が忘れ物をしたことに気がついてすぐ引き返してきたらこの煙を見ていっぺんに感づいてしまうよ。もう5分ほど奥の戸棚の中へ入ってくれよ。伊坂は相手に言った相手はタバコに夢中で灰皿のところから動こうともしない。 ああ、うまい。目が覚めてから5時間もタバコが吸えないなんてこんな辛いことはない。おい、それにな、もっと飯を食わせろよ。今朝のあれっばかりじゃ足りやしない。ああ、それに膀胱が破裂しそうだ。おい、いざか、もっと大きな瓶を入れておいてくれないと用が足りないよ。 便所へ行ってくるから帰ってくるまでに食えるものありったけをこのテーブルの上に並べておいてくれ大男は腰を変な具合にゆがめ用を足しに行ったこの大男が相良であることはすでに賢明なる読者が感づいておられるところであろう プラス B プラス C プラス D ああせいせいしたうえいい気持ちだおい相良はニコニコして戻ってきたがおやたったこればかりかパンのくずと南京豆の缶詰かこれじゃ足りやしない と十面になった。だがその10面をすぐ放り出して一方の手にパンくずを他方の手に軟ま豆をつかんで交互に忙しく口の中へ放り込む「そういうなさ相ら、僕の身にもなってくれよ財布も何もみな子に握られているんだそれに」 食事一人分を毎日三便ずつごまかさなきゃならないんだ。僕の苦労は大変なもんだぞ。贅沢を言うのはよせ。何が贅沢だい君こそ24時間うまくやっていやがって。僕の方は狭い戸棚の奥にぎゅうぎゅうに押し込められ、二重三重にやりきれないや。 こうまで苦労すると知ったら君のために左にはめている義手まで道具に使ってあんな殺され芝居なんかするんじゃなかったそれよりか早く約束の10万円を払ってくれ10万円どころか全財産の入った財布を彼女に握られていてどうにもならんとさっき言って ばかかりじゃないかもう少し辛抱しろそのうちにきっとチャンスが来るから約束を一日も早く果たしてもらわないと僕は高跳びをすることもできやしない一文無しで今金策のために町へ僕が姿を現してみろ検察当局は 待ってました。指名手配の親玉なる相良良三、御用だてなことになってあげられちまう。それは嫌だからね。だから10万円の口を早く願いますよ。それが早急に行かないのなら、もう少し僕の居住を良くしてくれ。いつも食い物が足りなかったり、タバコが5時間も吸えなかったり。 ああそれから君困るぜおしっこの瓶を戸棚へ入れることを時々忘れるんだからな僕の暴行がゴム製だったらとっくの昔に破けていらああそれはどうもしっけこれから忘れないように瓶は戸棚の中へ届ける何しろ君はうまくやっていて だんだん顔色が悪いが僕の方はだんだん気が変になってくるよあと1週間のうちに10万円払ってくれないと僕は君との協定を破って奈子さんに全部バラしてしまうかもしれないよよせそんな短期は短期だっておいおい何が短期だ 一度僕に代わって十八時間戸棚の奥に閉じ込められていてみろ気が変にならなきゃ五万元賞金をやるよこんなふうに物語っていくと話のきりがないからいいかげんに筆をとどめることにしようがその日から三日目についにカタストロフィーが来たその悲劇的怪談の日のその折には誰のこうか不こうか 伊坂は外出していて美奈子一人が在宅していて今にいたと突然に彼女は相良の幽霊を見たその幽霊は奥の間から現れた差し迫ったような顔つきそして顔色を七面鳥のごとく青くしたり赤くしたり紫にしたり嫌に腰の辺りをもじもじ痙攣させ 現に妖怪変化のただならぬたたまいに美奈子は息が止まったその相良の幽霊は美奈子と向かい合い恨むような訴えるような噛みつくような消えたいような複雑な表情をくしゃくしゃと見せた挙句、重大宣言をしたおお、恨めしや美奈子さん僕は相良の幽霊です。 あなたに殺されてこんぱくこの土にとどまりてがはち切れる実那子は幽霊のセリフをおしまいまで聞いている余裕を持たなかったうめき声を上げるとともに彼女は寝室へ駆け込んだそしてベッドの上にばったりと倒れると気を失った この事件のあと時間が過ぎて何も知らない伊坂が帰ってきた扉を開けて家の中に入るとプーンと鼻をついたのは亡国の疑似動的な刺激臭であったこれはただごとではないと伊坂は実那子の名を連呼したがその返事はないそこで着ぐるいのようになって部屋部屋を探し回ったところ 美奈子はベッドの上に人事不正に陥っていた驚いた伊坂はそれから大騒ぎをして美奈子に手当てを加えたそのかいあって美奈子はようやく意識を回復したが伊坂が間もなく悟ったことは彼女の心境に一大変化が起こっていることだった美奈子は急に相良を激しく慕うようになっていたのである 美奈子はキレレに語った。さっきこの部屋に相良の幽霊が現れたとそれから彼女は伊坂に向かい今すぐ相良の幽霊をここに呼び寄せてくれと依頼し命令し懇願哀願したしかしもちろん伊坂はそれに応じないで熊の肝を舐めたような顔で美奈子の枕元で看病の手を尽くしたが美奈子は相席し 泣き続けた「伊坂はいまいましくてならない」「相良の幽霊」と聞かされた時に彼は相良が協定を破って奥の戸棚から飛び出してきたことを悟った「実に卑劣なやつだわい」と腹が立ってたまらず実那子の筐体がやや静まったのをうに念のため奥の前へ行って戸棚の中を改めて見たところそこには。 相良の遺書がとの裏に貼り付けてあった「おいいさか俺はもう我慢ができない」「貴様との協定を破棄する」「俺があれほどやかましく言っておいたにもかかわらず貴様はおしっこの一升瓶のあいたのをこの戸棚の奥に届けることを怠った」

そうだ、うっかりしてあの瓶を入れるのを忘れていた後悔先に立たずとはこのことだその後美奈子は心霊研究会に熱心に通うようになり霊媒を頼んで相良の幽霊に出てもらって霊的な合引きを始めたがそれからさらに進んで新たに霊媒も交える四つどもえの乱闘となり 最後に皆子が手を下して、四人同時に地獄へ向けて出発ということになったが、あまりくだくだしければ、ここには詳しく記さず。